皆さんこんにちは。今回はキリとバースデーを弾いていくんですけど、これが欲しくて、で、これが欲しい理由は、キリとのアビリティが欲しいからです。以上。説明短いのは、この説明がだるいっていう理由じゃないよ。説明がだるいっていう理由じゃないよ。なんですけど、ちょっと、短めにしようかなと思って、適当にしました。これイラストがジジオのキリトですね。なんかこれ見てるとデスガンを思い出しますね。お前本物か、名前を語った偽物か、もしくは本物ならいつか殺すとか言ってましたけど、そんなこと言われたら俺だったら偽物です、僕偽物ですって言っちゃいますね。これも、まあまあ欲しいですね。83層迷宮区いかないんですけど、まあイベントとかで火力出すのに。まあとりあえずね、一周は引いていこうかと思います。まあジェムがちょっと余っていたら、シリカバースデーに回したくて、まあ前回シリカバースデー引いたんですけど、シリカバースデー、風属性の探検コネクトがあって、まあ、それもね、まあ欲しい理由はあるんですけど、引こうと思います。まあ、探検コネクトで攻撃モーションが短いっていうだけで欲しいんですよね。まあいろいろ、ほんといろいろ理由はあるんですけど、まあステップ1ね、まあこんな感じでしょう。ステップ2いきます。いや、さすがになんか最近神引きばっかしてるから、まあそろそろ神引きじゃない回とか出てきそうですけど、いやーもうさすがに今回も神引きでしょう。うん。いやー俺最近運がいいんですね。ちょっとね、調子乗っちゃいますね。まあさすがにね、さすがに神引きで終わるでしょう。あーどうしよう、キリとバースで一周、一周かなー。そこまで欲しい。てかそこまで欲しいわけじゃないのになんで引いてんだって話だけど。なんでそこまで欲しいわけじゃ、欲しいの来た。なんか、待って、ピックアップより嬉しいんだけど。ちょっと待って。新規ピックアップより嬉しいんだけど、しかも捨てにできた。やば、引いてよかった。超嬉しい。何これ。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、思わぬ収穫が。びっくりした。何これ。こんなことあんの？駅員キリト超欲しかった。ありがとうございます。バースト演出来るか。あれバーストって演出ないんだっけ。ボイスない。でもバーストか。バーストじゃないんだよな。でもラット6250ジェムくらいは使っていいか。いやーでも、覚醒アビ、でも、探検コネクト、引いちゃいますよ。引こう。いや、引いちゃうよ。うん。いやー、さすがに。だがもう、アビリティの、名探偵いらね、持ってる。アビリティはちょっと演出飛ばして、片手直球、違う、アビリティの方を飛ばしちゃいけないか。片手直球の方を飛ばすんか。ちょっと間違っちゃった。だね。でもまだ演出出てないから大丈夫だね。キリとアビ、キリとアビ、来い、来る、来い、覚醒演出ない。やー、終わったー。いらね、ゴミ。いやー、いらない。いらないな。いや、一応新規なのかな。まあ一応、2周はするか。どうしようかな。シリカも引きたいな。シリカ探検コネクト欲しいな。でもこんなとこでジェム使っていいのかな。悩みながら引くけど。でもキリトの覚醒アビ欲しいんだよな、どうしても。道中のモブ狩りがね、説明適当で省くって言ったけど、ちょっとね、道中のモブ狩りで、重視してるんで、欲しくて。ステップ2こんな感じか。まあ、いっか、ステップ3。これで来なかったらどうしようかな。これで来なかったら、シリカも引きたいけどな。でもアビリティのが汎用性が
高いか。いやでもやっぱ探検でコネクト1枚も持ってないからシリカも引きたいんだけど、あー迷うなー。あー来い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 、お願いだよ来てくれー。お次来るか、お願いします、お願い来ないって。うわ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 ぐーうわああどうしよう、うわあ6周年も控えてるし、ああどうしよう、あ引こうかな、これあ欲しい、あーどうしようこれ、もうあーあーあーここで6250ジェム使ったら残り1万くらいになるのか。いや1万は残しておきたいな。でもよし、出んのかな、キリと引いたら。あーどうしよう、撤退します、はい撤退しますいやもうやだよこれ以上 CM、 でも引きたご視聴ありがとうございます。すいません、やっぱり引きたくなって戻ってきました。これとこれを一周ずつ引こうかなって予定でちょっと引いていこうかと思います。とりあえずステップ1行こうかな。これで出たら撤退してシリカバースデーに行きます。あーでも悩ましいな。とりあえず引いてしまったからにはステップ3まで回そうと思うんですけど、いやーさすがに神引きが続いてきたので今回は爆死動画になっちゃうかな。あスティーチはねまあこんな感じで捨てに行きます。うわーステップ2か、これステップ3行きます。うわーきついか、ちょっと。お来い来い、覚醒室来い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 、おお来た来た来た、来い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 、やったー来たー来たー、よかった、あーマジ焦った、あー来たー、よかった、やべえよー、あー来た、あーやばい、脳汁がじゃこれ最後あの一周だけしてシリカのコネクトが来なかったら、撤退します。ああ、よかった。ああ、マジびっくりした。ほんと爆死するかと思った。もうほんとさ、嫌な予感しかしてなかったんだけど、なんとか引けてよかった。ほんとにね、まあ3万ジェムあれば、まあ、なんとかなるんですね。ちょっと嫌な予感する。アビリティでしょ、シリカの。やめて、これはこれでやめてほしいやつだこれはこれでちょっとかなりひどい部類のひどい部類のスキルですね、これは。ステップ2、とりあえずステップ3まで行きましょう。うわー何これ、これちょっと待って、ステップ2でしょ。とりあえずステップ3は引くけど、どうなるかなこれ。うわやめて、ちょっと嫌な予感する、やめてやめて。いやーでも覚醒演出ある。え何何、あ持ってる持ってる。
このさ、跳躍って言いながらこの盆踊りしてるみてえなこのイラストさ、あのなんか身体力テストとかでさ、なんかあの非力アピする女子みたいなさ、ボール投げとかさ、なんか5メートルしか飛びませんみたいな、なんかチョンって飛びましたみたいな、このこれが欲しかったんすよ、このこれ待って、これさ、地面ここさ書いてないからさ、どこが地面かわからない、どれくらい飛んだかがちょっと見えてない。あ、でもこれがこの四角四角のこの網のこの下のやつがあれか、あの地面かわからんけど、あー、これ惜しかったなー。あー、くそー、ネオン街出たからまあいいか。まあまあで、うん、まあまあいいか、うん、まあ、よかったかご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。